ンドモア。名前だとマンハラタ、2つ。私たち人間は24時間でワンデーになるんですね。デイトナイトは12時間ですが、けど太陽の日にちと神様の日にちと、あと星があるのも日にちと、あと神様もいますね。ブラッマ、シワ、シフト、ビシノと、あとはブラッマ、サンディですね。メイン神様。みんな神様の日にちを決まってる。24時間は私たちの24時間で比べると何千年ぐらいのことは言われてる。何千年も神様の神様の一日になる。もっと大きい。もっと大きいです。自分と同じ太陽の日にちも決まっています。太陽も今私たちは24時間ですけど、対応はすると何千とか何億とか、随分幅がある。いやるか、それを終わってから対応も一回沈んでまた来る。そう。対応もなくなってまた一回動く。そういう話はみんなそれぞれの生き時間、生活の時間が、そうです。長さが全然違う。長さが全然違います。あとは先私の今もタイムゾーンがあります。こちらからサテライトはプラネットに行くときも、あそこの時間とこちらの時間は全然差があります。けど太陽も見えます、月様も見えます。そういうことを考えると、こちら300年の話は嘘じゃないと思います。じゃあさっき浦島太郎は地球じゃないところに行ってたかもしれない。海のつもりだったけど、もしかしたら地球だったもしかしたら地球が、もし上の下も、上の下から出ると、反対側、今、日本ですけど、逆に見ると、多分違う国がある。ブラジルとか、それは話ですけど、パタール、国ごとに、海の中はパタールと言われます。その海の中にも、何が、人間みたいな、いるんです。そちら、王様もいますとか、みんな、生き物いっぱい。でそういう話はちょっと考えると、多分この話は本当だと思います。中 の日にちは太陽様は海の中は見えないので、そちらの24時間は違う方法にカルクレしているかなと思います。そうか、じゃあその亀は普通の亀ではノーマル亀ではなくて、ちょっと特別な亀多分ね、あとね、日本でもこの話はちょっと不思議な話なので、いろいろな考え方をしている人もいて、サイエンスフィクションなんで、SF。だから、カメはもしかしたら宇宙人のエリアについてる、コンスペースで、じゃあそのカメは宇宙人で、それを浦島太郎が助けて、カメに乗って海に行ったって、浦島太郎はそう思ったんだけど、もしかしたらロケットだったかもしれない。スペースシップ、スペースシップに乗って、宇宙に。そしたら遠くをすごい速さで飛んだら時間がずれちゃって、さっきの、タイムゾーンも違います、でしかも、これはちょっと僕もよく全然わかんない、多分アインシュタインの相対性理論、覚えなくていいです。聞かれてもわからないので、遠くに行って速いスピード、光の速さね、ライトスピードです、光のスピードと同じくらいになると時間がずれます、ゆっくり時間が進みます、そういう考え方があるらしい。知らないけど、もしかしたら宇宙に行って帰ってきたのかもしれない。 Yes、 そうか、そうかもしれない、ね、なんかね、違う話してると思ったらなんとなく殴りできた分かり合うことができた。じゃあ、じゃあ、じゃあ